ミスター・スターリック、邪魔をするなと言ったはずだ。こいつは何だ。クロフォード・スターリックの組織の7名の部下がロンドンの中枢を支配している。ルパート・フェリスが鉄鋼業を抑え労働者を搾取。さっさと黙らせてすぐに機械を直すんだ。パール・アタウェイはロンドンの物流を一手に扱い町の交通を支配した。デイビッド・ブルースターとドクター・エリオットソンは科学と医学の限界に挑んだ。残念ながらこの機関をダメにした。結果はおぞましいものだ。フィリップ・トゥーペニーとジェームズ・ブルードネルは表の社会で私腹を肥やし、マックスウェル・ロスが裏の世界を犯罪によって操っていた。それで作戦は？テンプル騎士団に支配された町を救うってこと？決まりだな。そうね。スターリックが残した傷跡が見えるかい？スターリックを何とかする。だからスターリックのギャングを乗っ取って支配力を削ぐんだ。スターリックとその殺し屋に対抗する者なら誰でも歓迎する。この瞬間から私たちがボスよ。ミスター・ロスはどこだ？武器は？心配ない、ちゃんと持ってる。お前たちは死のオーラに包まれている。ミスター・スターリックがよろしくってよ。子供の発想だ。剣を振り回して世界の抱える苦悩を解決できるとでも？あんたとのゲームは終わりだ、ロス。これでどうなる、小僧？スターリックは止められん。町は死ぬだろう。最後の大仕事と行くか。それで別れよ。そうだな、楽しめよ。死なないでよ。どうやらここが終点みたいだな。アサシンクリードシンジケート。